ジュラ・ジボツキーはハンガリーの陸上競技選手。ハンマー投げの選手として1960年ローマオリンピックから3大会連続出場。1968年メキシコシティオリンピックの金メダリストである。ジボツキーが最初に大きな国際大会でメダルを獲得したのは1958年のヨーロッパ選手権で、この時は銅メダルを獲得している。2年後、 初出場した1960年、ローマオリンピックでは銀メダルを獲得。さらに次の1964年、東京オリンピックでも連続となる銀メダルを獲得している。そして3大会連続出場となった1968年、メキシコシティオリンピックでは73.36メートルのオリンピック新記録で、 前回の東京大会の金メダリストであるソ連のロムアルド・クリムを下し、ついに金メダルを獲得。合わせて3大会連続の表彰台となった。ジボツキーは1965年に73.74メートルの世界新記録を樹立。さらに1968年に73.76メートルを出し事故の持つ世界記録を更新した。 彼の息子であるアッティラ・ジボツキーも、また、2004年アテネオリンピックの十種競技で6位、入賞、2005年世界選手権では、銅メダルを獲得した陸上競技選手である。ありがとうございます。